県立国際高校が持続可能な社会に向けた取り組みの一環として、環境をテーマにしたオンライン授業を行いました。1年生の教室。スクリーンに映し出されたのは、北海道にある旭山動物園の園長です。飼育しているオランウータンにカメラを向けて生態などを説明しながら、 生き物の環境を守ることを自分のこととして捉える重要性を話しましたその後講師を務めたのはマレーシアのボルネオ島で活動する環境保全団体の女性です現地では植物油、パーム油の原料となる油ヤシの農園を作るために森林が過剰に伐採され オランウータンやゾウをはじめとした生き物の生息域や数が減り生物の多様性が損なわれているなどと指摘しましたこうした話を踏まえ保全とは何かと問われた生徒たちは自分なりの結論を導き出そうとグループで話し合い環境への思いを深めました